グッドなモーニング、おはようございますのサンデーモーニング、本と音楽と映画の聞き流し系ラジオ、花のユーライトアップマイライフ。この番組は短期賃貸 .com の提供でお送りいたします。サイマル放送も始まりました。スマホの場合はアプリリスンラジオ、リスラジで聞いてください。パソコンで聞いてくださる方は FM ギノワンのホームページの再生ボタンで完全全編同時放送をお楽しみいただけます。ネット環境さえあれば FM ギノワンの電波がもしも届かなくても大丈夫。リスラジアプリをダウンロードしていただければどこにいてもオンタイムで聞いていただけます。9月、長月、セプテンバー、今日から9月ですね。花にとって嬉しいことだらけの今月、日曜日が5回もあるボーナス月です。しかも第1回の今朝はなんと、この番組は今年の4月から FM ギノワンに引っ越してきましたが、ここに引っ越してきてから初のゲストをお迎えすることができました。世界に通用する個性の育て方の著者、後藤哲也さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。そしてはじめまして。はじめまして、よろしくお願いいたします。お願いします。普段は音楽を3曲と、本と音楽をご紹介しているこの番組ですが、今日は後藤さんだけでワンマンショーという形で、はい、送らせていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは、私も本当に初めましての後藤さんなのですが、今日は後藤さんの、ご本のお話をたっぷり聞かせていただきますが、後藤さんのプロフィールを私なりにご紹介させていただきます。クロスドチャーチ岡山の牧師、心理カウンセラー、子育てセミナー講師、ビジョン達成セミナー講師、音楽スクール講師、そしてメサイアレコーズ音楽レーベルの代表というきら星のような肩書きを持っていらっしゃいます。その多方面なにわたる活動に驚きを隠せないのですが、後藤さんご自身のごと言葉でお話しいただけますでしょうか。はい、はじめまして、クロスロードチャーチ岡山の後藤です。よくですね、クローズドチャーチっていうですね、閉まっちゃった教会みたいに言ってくださる方いるんですけど開いてますので、クロスロードクロスロードですね、はい、間違えました、申し訳ございませんでした。いや、全然大丈夫です。はい、クロスロードチャーチ、大変失礼いたしました。はい、キリスト教会の牧師をやっております。はい、で、今紹介にも言ってくださいましたけれども、その傍らですね、音楽活動もしております。はい、で、私自身もずっと高校生の頃から、はい、ロックバンドをやっておりまして。そうなんですね。で、ロックバンドやってる人って大体ですね、いろんな楽器を弾くようになるんです。はい、なんか暇な時間とかですね、違う楽器を弾きながらですね、はい、なんか弾けるようになっちゃったみたいなね、はい、感じの方が多いんですけれども、私もいろんな楽器を携わりまして、で、まあ、今ではロック系の音楽、はい、エレキとかベースとかドラムとか、あるいはピアノ、ボーカルなどの講師をしながら、はいはい、実際に教えてました。あ、そうなんですね。はい、で、教えながらですね、いろんな方々のプロデュース、CD 制作などもしております。はい、24時間しか1日はないんですけれどもいいんですけど、はい、全部こなしてらっしゃるんですね。そう、まあ、音楽もやっております。すごい。はい、でですね、はい、講演活動をしておりまして、はい、で、講演をしていく中で、まあ、いろんなビジョン達成セミナーとか、はい、子育てセミナー、はい、あるいは 恋愛セミナーなどもやっておりまして、はい、で、この度、去年の11月にですね、はい、日本実業出版社の方から、はい、世界に通用する個性の育て方、はい、副題として聖書に学ぶ自己肯定感と自立心を高める子育て、はい、という本を出版しまして、はい、で、子育ての講演会も今多方面でやっております。すごい。今私も番組始まる前に後藤さんから本をいただきました。今手元に持っております。自己肯定感と、今でもおっしゃっていたいろんな音楽の活動とか、はい、ビジョン達成セミナー、恋愛セミナーもおっしゃってましたけれども、はい、全てこれは共通する根底に流れるものは、そうなんですね、はい、ですよね、きっと。実は教会の牧師、はい、
としてもですね、はい、それから、子育てについてもですね、はい、あるいはそのビジョン達成においても一番その重要なのは、はい、そのコアというか私の軸になっているのは自己肯定感を高めるということに全部つながってます、はいはい、これは子どもだけではなくて もちろん大人もみんなってことですよね。そうですね、はい、逆に子育てを携わるっていうのは親です、はい、大人です、はい、でその大人がまず自己肯定感を高めていただけたら、はい、その携わっていく自分の子どもの自己肯定感も上がっていく。はあ、どちらかというとまず親大人の方が自己肯定感を高めてほしいなと、はい、まあ、そういうふうに願ってます、はあ、そうなんですね。よくちょっと視点が違ってるのかもしれないんですけど、はい、よくビジネスでも会社でも、はい、まず働いてる社員が幸せじゃないとお客様に幸せは提供できないっていうのがあるじゃないですか、はいはい、あれも結局は自分をちゃんとしてないと、はい、自分を大事にできない人は人も大事にできないし、そうですね、自分を愛してないと人にも愛されないし、はい、っていう話は全部、はい、じゃあ根底はこれは流れるものは一緒ですか、まさにそれです、はい、お客様を幸せにするよりも前に従業員、はい、自分たちが幸せであって自分たちが今働ける環境がいい、はい、という時にお客様にも幸せが及ぼされるっていう考え方ですね、はい、やっぱり自分が持ってるものがしか外には出せない、うん、そうです、自分が持ってるものでないと他の人に与えれない、与えないし伝わらないし、ね、っていうことなんですね、はい、なるほど。で今回のこの今手に持っている本ですけれども、はい、これは子育てをする時のなんていうんですか、心構えというか、はい、まあ、子育ての、はい、まあ、教科書というか、はい、まあ、マニュアル本というふうに思ってくださって、はい、ご購入される方もいるんですけれども、はい、やっぱりその子育ての根本、はい、まあ、ハウというのももちろん書いてありますけれども、はい、そのノウハウとかよりも、うん、いかに自分がその子どもの親であるのか、うん、そして子ども自身もなんでこの子どもが与えられているのか、うん、というその最も中心的な部分に触れてですね、うん、で、まあ、子育てに苦労している方とか、はい、悩んでいる方がいると思うんです、はい、でその方々が本を手に取ると思うんですけれども、はい、あ、今の自分の子育て悩んでるんだけれども、はい、それは問題ではなく、はい、課題であって、はい、言い方変えると伸びしろであって、はい、それをクリアするために、はい、いろんなものが神様から与えられている、はい、だから今の自分で大丈夫なんだ、うん、その課題をクリアしていきましょうっていうふうな、うん、まあ、応援的な本でありますね、うん、こう否定するのでもなく逃げるのでもなく、まあ、目の前にあることを、まあ、ありのままにっていうかちゃんと受け止めて、はいはい、じゃあそれが伝えてくれることは何だろうっていうこともやっぱ考えるのは必要ですか。そうですね、その視点を、はい、今問題だと思っている事柄の視点をですね、はいはい、変えるということがとても大事です、うん、はい、いろんなそういう相談事が後藤さんのところには持ち込まれるんですよね、はい、きっとカウンセラーもされていると、はい、心理カウンセラーもやっておりまして、はいはい、いろんな悩みがあるんですけれども、はい、その悩みのかなり多くの割合で、はい、お母様方、はい、つまり子育てにおいて悩んでる方の相談が多くてですね、はい、で、まあ多くのいろんな種類のですね悩みがあるんですけれども、はい、でも根本的には自分の思い通りにならない、つまり子どもが勉強しない、はい、どうすればいいんでしょうか、はい、子どもがこの学校に行くためにはどうすればいいんでしょうか、はい、ということが、まあ、言われるんですけれども、はい、でも突き詰めて考えてみると、はい、子どもをその学校に入れたいのは誰か、はい、子どもをなぜ勉強させたいのか、はい、って考えていくと、はい、そのお母さん自身の心を満たしたい、はい、だからちょっと視点を変えていって、うん、子どもがその勉強したいのか、この道に住みたいのか、うん、そのことを本当にやりたいのか、うん、ということをまず見ていただいて、うん、そしてじゃあそのために親がどんなサポートができるのか、はい、というちょっと視点を変えてもらうようなことを優しく言っております、はいはい、なるほど、はい、あ、でも結局はそうやってこう一つずつ言ってることを剥がしていくと、本当は誰もがみんな自分の子供に一番幸せになってほしいっていうのが、そうですね、本当はあるはずなんですよね、はいはい、で子どもの幸せって
まあ、親が決めるものでもないですし、そうですね、子どもがまあ生き生きと幸せを感じて生きてほしいっていうのが、はい、あ、本当の私の願いだったんだっていうのが、うん、に気がつけば多分いろんなことが明るく見えてくるんじゃないですか。そうなんです。なるほど。はい、子どもがですね、はい、例えばこれはあんまりしたくないんだけれど、うん、でも親に例えば あの勉強頑張ってほしい、はい、でもある子どもが、はい、こう例えばダンスをね、はい、私やりたいのっていう小さな子供が言うと、はい、いやいやあなたは勉強でしょと、はい、でダンスを取り上げて親の敷いたレールに、うん、あの行かせたがる、うん、という時にですね、はい、やっぱりいろんな子供にとっても感情の葛藤があってですね、うん、やりたいことはできなかった、できなかった、自分は、まあ、親が喜ぶようにそれをしたらいいのかなというふうに思ってしまったり、その時にですね、まあ、個性が失われてしまって、はい、親からの遺伝っていう能力というものもあるんですけれども、はい、でもそれはやっぱり違ったものであって、はい、自分が本当にやりたいこと、それから自分の能力、個性というものは違う。そこをやっぱり見てあげるっていうのはとても大事なんじゃないのかなというふうには思ってますね。もしそれが重なって、度重なっていって大きくなると、うん、やっぱ本当の自分のできることとか得意なことがだんだん分からなくなっていったりとか、はい、抑圧っていう言葉が正しいか分かんない、うんうん、そうなるとそれがさっきからおっしゃっているこの自己肯定感がどんどん低くなっていくっていうのにもつながるとしたら恐ろしいことですね、はい、怖いですね、怖いですね、はい、親は良かれと思って、はい、やっぱり子供が親の言うことを聞いていたら OK なんだ、はい、あ、でも親の期待に応えれなかったら自分はダメなんだ、ダメな、と思ったらもう自己肯定感は低くなります、はい、うん、そしたら幸せ感はなくなります。うん、だから親がこうやりなさいという指示的なものではなく、うん、まあ、子どもの能力個性を見極めてこんな方面どうなのというふうにいろんな、うん、あの選択肢を与えて、うん、だからそういった意味ではいろんな習い事とか塾に行かせることは僕賛成なんです、うん、はい、でもその中でしばらくやってみて、うん、子どもがあ、こっちの方がいいのかなという見極めをですね、はい、してあげる中で強制ではなくサポートしてあげていったら自己肯定感は低くならずに高くキープできると思いますね。なるほど、はい、これでも自己肯定感ってそうですね、今お話伺ってて、まあ、大人でも自己肯定感低い、うん、どうせ私なんかとか褒められると、はい、いえいえっていうのはあるじゃないですか。もうそう、なんていうんですか、日本人に特有の、うん、謙虚さとか、あれはなんかね、はい、ちょっとそうしないといけないような感じがありますけどね、うん、私はこうなのよっていうと、はい、なんかちょっと何あの人って言われるのが怖いっていうのもう、ね、やっぱり、うん、欧米と日本のその違いっていうのはきっとあると思うんですけど、でもそうですよね、不必要に、うん、私なんてとか言う必要ないんですよね。そういうあんまりね、あの自分を下げる、下げるあのっていう謙虚さっていうのは、うん、あんまりコミュニケーション豊かにならないかなというね、うん。そこで話終わっちゃいますもんね。はい、思いますね。そうですよね。はい、あ、なるほど、本当にこれ自己肯定感って、うん、子供だけじゃなくて大人も、それから、まあ、生きていく上での、まあ、仕事でも学校でも恋愛でも何でも全てにこれ。関わっていく、これコアなんですね、うん、きっと。あのね、子供も大人もやっぱり全ての人における幸せというのは自己肯定感の高さだと私は確信してます。どうやってあげたらいいんですか、ズバリ。はい、自己肯定感が高くなるためには最初はですね、はいはい、やっぱり子供の時には周りからの影響、周りからの情報で自分の価値観で決定されるんです。つまり親から本当に愛されて大事だよ、はい、うん、愛してるよっていうふうに言われた子供というのは自分は大事な存在なんだ、はい、誰かに何か言われても、うん、いやそんなことないけど、うん、僕大丈夫だよって言えるんです、うん、だからまずは身近な方々のプラスの言葉、はい、まあ、心理学的に言うとプラスのストロークっていうんですね、はい、言葉だけでなく表情とか態度とか笑顔とかですね、うん、はい、そういったもので自分は大事にされてるんだ、はい、という周りからの情報が多ければ自己肯定感が高くなります。なるほど。で、大人になると、はい、やっぱり難しいですよね、はい、仕事とか、はい、自分が好きではない、あんまりタイプではない人の場所にいることもあります、はい、
そんな時にやっぱりどうすればいいのかなって思うんですけれども、はい、やっぱり自分は今のこのままで大丈夫なんだ、はい、もしかしてこの仕事がうまくいかなかったとしても、はい、でもしかして相手に不快な気持ちを与えてしまったとしても、うん、でも自分はそれでも OK だというふうに思える。あ、自分に OK を、 OK を出す、はい、自分を許すっていうことですね。なるほど。もういちいち自分をジャッジしなくていいんです ね、 ですね。人もジャッジしなくていいけど、はい、自分もジャッジしないで、うん、それこそ何年前でしたっけ、あのありのまま、はい、レリーゴーが、 あ、 ー、あれも、あ、そういうことなんですよね、はい、きっと。なるほど、分かりました。それでは、はい、今日は本のお話をたくさん伺ったんですけれども、はい、ここで音楽を一曲ご紹介させていただきたいんですけれども、音楽レーベルの代表もなさっていて、はい、先ほど音楽の講師もされているということでしたので、うん、一曲今日ご紹介させていただくとしたら、はい、何かあったらぜひお願いします。はい、ですね、あのこの今年の3月に、はい、シオンというシンガーソングライターがおりまして、はいはい、彼女プロデュースをした、アルバム未来へのさよならという曲の、はい、アルバムの中に収録されている大切なあなたへという曲を聴いていただきたいと思ってます。はい、わかりました。ありがとうございます。
NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。塗装のことなら僕たちにお任せください。住宅塗装から防水塗装まで、塗装のプロ集団があなたの顔も笑顔に塗り替えます。お問い合わせは 897-4816 897-4816。 優しい塗装と書いて U 塗装工業。見積もり無料でやってます。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか。大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は892-8688。安心事前のご相談は葬儀社進化へ。心が優しくなるような素敵な曲を聴かせていただきました。この曲のことまた教えていただけますか。はい、この曲は大切なあなたへという曲なんですけれども、はい、自分のことを大切に思えない、はい、自分なんていらないと思っている方がかなり多くいると思うんですけれども、はい、そんな風に歌詞の中で自分を追い込んでしまう、はい、自分なんて必要なんかないと思っている方が、はい、そのままで大事なんだよ、大切なんだよ、はい、ということをしっかり思ってくれるように、そういったことをあの気持ちに込めた歌です。はい、大切なあなた、大切なあなた、自分のこと、ね、そうですね、はい、ああ元気がない人とかがこれを聞いて、多分そういう人の心にはものすごくスーッと染み込んでいくような歌詞なんでしょうね。届けられたらいいなと思ってます、はい、ありがとうございました。はい、今日はゲストで FM ギノワに引っ越してきてから初のゲストの方をお招きしましたが、世界に通用する個性の育て方、後藤哲也さんをお招きいたしましたが、時間が全然足りない、もっと後藤さんのお話を聞きたかったです。残りの時間、何か言い残したことがないようにお願いします。はい、先ほども言ったように、はい、実は私自身ももともとは自己肯定がすごく低くて、自分なんてもう生きていてもいい、あの意味がないんじゃないのかなというふうに思っていた時期が長くて。あ、そうなんですか。はい、信じられないです。悩んでたことも長かったんですけれども、でもだんだんとですね、はい、あ、自分はこのままで大丈夫なんだ、はい、なって自分を許して、はい、自分に OK をいっぱい与えていくことによって、はい、今自己肯定感が上がっている、はい、途中です。上がってる途中です。まだ途中です。これどんどん上がり続けていって、はい、波があるので、やっぱり何かによって低くなる時もあるので、はい、それでも高くなろうというふうに、うん、あ、じゃあその波があるのも受け入れていいんですよね。そうです、波があってもいいんです。肯定感高めようって決心して、せっかくやったのにやっぱり私ダメだってなるんでも OK、うん、それでも大丈夫です。大丈夫です、はい、何がきっかけだったんですか。自分は高まって高まそれやはり、はい、あの神様が絶対変わらない言葉で、はい、あなたはそれでも大丈夫だよ、はい、私はそれでも愛してるよ、それでも許してるよ、はい、という言葉に自分が信じて、そこにあの軸を変えた時に、あ、自分は大丈夫なのかな、うん、自分で思う時には思えなかったんですけど、これで OK というふうには。この愛っていうのに条件はないんですよね、うん、ないんです、ないんですよね、はい、男女だろうと親子だろうと、はい、まあ、神羅万象すべて、はい、何もないの、それが本当の愛なんでしょうね、そうですね、きっと、はい、いつかそのお話をまた聞かせていただきたいんですけど、沖縄にいらっしゃることはありますか。今のところないんですけれども、はい、また行きたいなと思ってます。ぜひいらしてくださったら、はい、この番組にもぜひぜひ来ていただけたら。わかりました。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。本日はもう駆け足でご紹介させていただいて、プロフィールも教会の名前も間違えてしまいました。本当に申し訳ございません。クロスロードチャーチ岡山の牧師をされていて、世界に通用する個性の育て方の本を書いていらっしゃる後藤哲也さんを本日はお招きいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しい時間でした。あっという間でした。それではこの番組は短期賃貸 .com の提供でお送りいたしました。花のユーライトアップマイライフ、毎週日曜朝10時、本と音楽とラジオの聞き流し系ラジオ、パーソナリティは花でした。来週も聞いていただけたら伊藤嬉しい。 See you。